全日本ピアノ本当はうまい元家庭ピアノ教室。はい、本日は真っ白い空ですね。今日は渡辺美里をきれいに歌うコツというのを取り上げてみようと思います。まず渡辺美里の曲の大きな特徴はサビに高音域がある、またはサビに低音域もある。まあアップダウンが激しいわけですね。そこで私が編み出した渡辺美里をきれいに歌うコツというのは、まず廊下を待つ。そうすることによって人間の声帯は喉が老化することによって、人によって高音域が出なくなることもございますが、逆に低音域は響きが増しますので、より安定した歌唱力を手に入れることができます。だから思い切ってマイレボリューションは年老いてから歌ってみること、それに尽きると思います。それでは本日は渡辺美里をきれいに歌うコツでした。それでは失礼いたします。